ありがとうございます。飲んでいいよ。飲んでいいよ。ありがとうございます。いただきましょう。乾杯しましょう。じゃあ、先月さ、はい、1月のなんか火曜日ぐらいあったやん。はい。多分、確か。火曜、はい。予約。そうでしたね。俺それぶちってないよな。え？いや、大丈夫っすよ。そうやな。はい。俺ブチったかなと思って、うわこれ失脚したと思って。いや大丈夫っすよ。そうやんな。はい。なんかあの前あれやろ。なんかあのあれやろ。あの話したやん。なんか結婚式の時にその話した時やん。ああそうっすね。結婚式の話して。そうやろ。はい。合ってるよな。そう。いや俺ほんまちょっと火曜日普段休んでるからさ。はい。うわブチったから。先月経験やと思って、これ失脚したもんだもんね。いや違う違う。いやほんまに。ただ僕があれです、もう引っ越し、あと4月末に引っ越したんですよ僕。どこに？引っ越し資金でお金なくて紙切れのお金もなかった。すいません。無駄な心配やね。いやいやいや。どんな感じする？いやあのいつもど今日パーマいいんすか？あいいよいいよ。いいっすかじゃあ、いつも通りのちゃんと待って。なんかあれあそうっすねどうなんだべ。これ残した方がいいんすかね。あんまり辛いのぐらい。そうっすね。上は軽くして。上はそうっすね。で、うちで最後です。はいはい。陰毛でいきましょう。陰毛ヘアでいきましょう。陰毛ヘア。一緒にはまらへん。まあそこに浴衣あるところ。あ、そのドラム式いいなと思ったら、うん、山田電機で激推されて。うんで冷蔵庫もいい欲しいんですよねって言ったら、うん、あじゃあ冷蔵庫これどうですかってであじゃあオーブンレンジもいいですかって言ったら、うん、オーブンレンジも、うん、なんで抱き合わせるんで一番さで、まあ、一応予算は30万ありますって話はしたんですけど、うん、これ全部3つ含めて30万、うん、あもう全部ありがとうございます、うんうん、あはいって言ってで30万ボーンってなくなるわけじゃないですか、うんはい、そしたらもうお金なくなっちゃういやそれよりは高くはならんかもうなってないですなってない、はい、あじゃあいいよそうなんですよじゃあうちの次今物件さ、はい、あのちょっと洗濯機置くとこないやはいじゃあ行くわあいいっすよ全然その辺だったら全然僕のとこ貸します洗濯してやるああ全然行きます全然いいっすよあ、いいんすか僕んちで逆に、うんうん、酒持っていくからあ、全然、あ、いいんすか、うん、全然プラスじゃないですか、僕ラッキーあ、ラッキーっすねはい引っ越してな、ついに、だって何年すんだこれ20歳の時なんで、7年半7年半や7年半僕ワンルーム住んでてえ、ないなえ全然ないないや、泣いてないっすね泣かずだるかったっす引っ越しみんな来るんじゃん、家来ないっすよ来へんの、はい、呼ばないっすよ、うん、だって、うん、だって、うん、リビングなんもないっすもんだってなんかけど、なんか俺もこの店もだって16年今日辞めるけどさはい全然寂しくなってさマジで何とも、もう何の感情もなくて、はい、そうそうやったちょっと長い夏休み入るっていうぐらいの、はい、それぐらいの感情しかないからさほんまもっとなんか泣くんかなと思ってああ思い入れがそう全くもってなんか涙の一つも出るからこれなんかせいせいするなと思ってでもいや僕はまだ賃貸マンションだったからあれですけど、うん、でもお店はまた別じゃないですかえお店さんの店なんじゃないですかうせよ、はい、マジいらねえと思って16年もやってたんですかここじゃあ16年目ですげえちょっと新しい店を、はい、酒飲める美容室作ったらもういやほんまえなんか全部飲んでくれるみたいなえ、持ち込みかってことですか持ち込みかやし、なんかもうお客さんはボトルキープするそうそう、本当になんかそれぐらいの感じでもう完全色やもう、はい、ほんま、なんかもう看板も出さへんとああ3階ぐらい
絶対客経理絶対客経理の方で用意してやるガスト周辺かえガストありますよえあんの、はい、やばやばやば松の家とかあるし松の家やばいよえ、チャリ持ったのチャリ持ってないですね。さっきチャリ買え。買います。そうか。家具より先。チャリ買えよ。チャリ必要っすか？必要。必要。チャリ。え、だってあれだろ。うちの店来るまでに太陽当たりたくない。ガリ。まあ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 。ガリ。まあまあまあ。そうっすね。ちょっと僕文句言ったりなんで。ガリっすか。絶対言うよ。だから。まずチャリ買おう。はい、チャリ買います。そうはい。でもワンちゃん僕タクシー使っちゃったからね。いっすよ。いっすよ。おどす。任せてください。社会人ですよ、僕。おどす。会った時は大学生でしたけど、僕も社会人ですから。もう社会人やから。社会人なんで。そりゃそれぐらいか。はい。任せてくださいよ。はい、今は金欠ですけど。金ないっすけど。金ないけど。マジ金ない。綺麗なちょっとじゃああれよ100円払うわえ何ですか何のドラム式あ使用料使用料ドラム式100円払うわタクシーでタクシーでいやだったら僕チャリで取りに行きますわチャリに取りに行って僕が選択肢で持ってきますわそこまでしてくれるはいしますしますやばい100円だったらやばいそれありあれ今日は今日っすかいや今日このこと話してあそうもう最後なんですよあのこの店をって言って、うん、でそしたら、うん、ちょうど社長が今日休みで、うん、あだったらちょっとちょっとあの出かけるとこあるからそれ終わったら全然早く上がっていいよって言ってマジっすかいいんすかって言ってはいで有給っす今日あ有給消化ねはい有給消化で、あれそうそうもともと僕、有給めちゃくちゃ残ってるんで、そうちょうどよかったっすわで、明日も休みです明日休みですやば任せてくださいやばいなえ、飲む予定だったんですか何があの、日の根泉さんとかといや、別に何のあれもしてないけど、うん、なんかこの前来た時にじゃあみんなで来ていいっすかみたいないいっすかみたいな俺言ってたから、はい、じゃあおいでやって俺下手しいなんかお客さん呼ぶとかやおいでやっていや全然呼んでいいっすよ、はい、女の子呼ぼうかいいんすか女子呼んじゃういいんすかえあのいやあのあれあれじゃないですよねあのなんだっけあの人なんだっけコンビニの前でなんかあ帰らないで帰らないそれ昨日来たんだ昨日来たその子じゃなかったら全然 OK ですいやあの子、はい、いや今結婚して子供おるんやえそうそこは言ってんすか結婚して子供おって、はい、でなんかその家泊まってくれって言ってた時って、はい、やんかああはいその時俺嫁さんおるって言ってなくて、はい、でなんか彼女おるんですかって聞かれて、はい、いや彼女おらへんよっていう話から、はい、いや嫁さんの話じゃあどこで出そうってなってそのひた隠しにしとってんやん、はい、別に手出してない、はい、手出してないけどひた隠しにしとってんけど、はい、もうこの店終わりやんか、はい、昨日嫁さんがなんか片付けに行くわって言って、はい、その子がおる時に来てんやん、はいその時に、うん、実は俺結婚しそうめんって言ってたえ今までみたいないや、ね、なんで言わなかったみたいな何だっけ何て言ってたんだっけ名言忘れちゃったこれこれもかえ何だっけ何だっけ何やったっけ何かあったな何か言ってましたよね何かさっきあれなんかソーシャルディスタンスみたいな感じで言ってましたよ、ね、なんか言ってましたよね
あ、ボイコットしますね。あ、そうだね。そんなんしちゃうボイコットするから、そんなんそんなんってしちゃうやんか。今日お客さん僕最後っすか。そらそうだよ。そらそうやで。あ、まですか。さすがにそらそうやわ。さすがにそらそうやで。いや、申し訳ないですね、最後は僕で。いや、マジこんな時間、ほんま中途半端すぎんねん。マジで。いや、もう今日帰らへんっつってんのに。マジで。いや、夜中の12時やから、はい、そのまま朝まで、はい、じゃあここ泊まって、はい、朝から、あれ、なんか、解体の人だと話すなって言ってんのに、はい、帰れるやん。いや、全然いいっすよ。朝まで付き合いますよ。ええわ。え、なんでですか。どうせ、自分だけなんかあれやろ。え、布団で寝んねやろ。いや、違う。帰るっすわ。いやいやいや。いやいやいや。やるっすわ。任せてくださいよ。任せてくださいよ。その任してくださいよ。嘘くさい。飲んでいいよ。ああ、どうぞどうぞ。いや、違うんすよ。こいつってマジ悪酔いするじゃないですか。何それから開けたの。いや、目の前にこれがあったんでこれから開けたんですけど、まあ、ストロー、ね、いや、ストロー僕チビチビ飲まないといけないんですよ。寝ちゃうから。今ドライヤーないんすよ、家に。前の家あったんですけど捨てちゃいました。もったいな。マジで。いや、なんかドライヤーも買い替えようって思って、うん、捨てちゃったんですけど、あれ、うん、いや、ドライヤーはいるで。いや、金ねえなって思って、うん、さっき、けどさっき自転車買わなかったんですよ。そうっすね、さっきチャリ、チャリや。はい、チャリ買える。ドライヤーよりもチャリや。はい、これ西北とか言われたら僕、あーうーん。西北とか言われたら、なんないっすか。すよ。いや、え、そのな、はい、そのお客さんのさ、はいはい、その距離感足りやん。あ、はい、いや、俺からしたら、いや、そんなにそうないやろっていうとこに出せるわけやん。100歩譲って、100歩譲って、なるべくその近くで出そうと思って、頑張って出してるのに、ちょっと遠いよな、みたいな。いやいや、どんなんやねん。まあ、僕と同じ意見の人いるんすか。いいですか。そんなことないやろって。え、15年やってそれ言うって。だって大阪とかから来てるお客さんとかさ、まあまあ、はい、西宮に出してくれるのありがとうって言ってくれるのに、はい、西宮のお客さん、はい、え、遠い。嘘でしょってなってんもん。あ、じゃあまあ、昔はそうでなかったんけど、はい、その最近はさ、そう、何でも許してくれるけど、いや、ほんま変わってるからさ。だってこの前もパチンコかなんかで7万買った日があって、はい、で、
俺パチンコで7万買ってんやんって嫁さんに言って、はい、ほんなら嫁さんがじゃあそれで生活していくかって言い出してさ、はい、パチプロ生活ってマジっすかマジっすかパチプロになるんですかパチプロ生活っすかってかと思ったらなんか次店やったら、はい、小遣い3万円やでって言われて、はい、3万っすかってなるやん、はい、ただ東京行ったらあんた絶対10万は生活費入れてよって言われるっていう、はい、10万でいいんってなるやん、はい、こっちからしたら、はい、じゃあ東京行った方が遊べる金多いやんってなるやん、はい、そうかかってんのお前っつってあれいつもよりなんか進んでなくなる何ですかあれいつももっとなんか話でもグビグビ行くみたいないやいやいやもうグビ行かないっすよ僕ほんまにはいなんかもう赤いっすよあれいや僕ねいや僕あれなんですよアルコールパッチあるじゃないですかなんか、うん、あのアルコール死んだみたいなやつあるんですか、うん、僕最弱なんですよ、うん、なんか5段階あって、うん、僕レベル1なんですけど、うん、でお酒飲めるんで大丈夫です大丈夫まだやってないまだ大丈夫です顔はこんなんですけどいつもこんなんですはいいつもこんなんです大丈夫ですどうした早いの今日早いっすねどうしたまだ日本語飲んでないの疲れてますね来てるやろ、うん、ちょっと ロレツ回ってないいやマジなこの髪維持できたらいいんだけどなどうせチンゲだるからフライヤーかいよいやマジであ、うちあれあんでフライヤーいるえ、いいんすかうん、冷風しか出えへんいや、全然いいんすかいいよ、冷風しか出えへん壊れてるから冷風しか出えへん冷風でいいっすじゃあ最後ちょっとその冷風しか出えへんドライヤー使ってみるねはい、うん冷風しか出てくるあー全然めっちゃ冷風やんはいそうこれもう壊れてて音符出えへんねさあできたおはようございますこれ長野のお土産でごわすマジでうせやんうまいリンゴジュースでうせやんおはようございますウィスコおはようございますマジでワックスあげるわあ、マジで嬉しいブツブツ効果そうやあ、見つけよ山口じゃなかったあ、そうやって3つもかけてマジでうっせぇやん3つもかけてるからいや、ラスト3だったんでもうラスト食べていいですかいいんすかいいんすかいいんすかあうまっ出たら食べてもなかったうまいね40% ぐらいうまっすね最高うまっ確かにケータリングでハンバーガー山盛りに食べるって思ったっす行くぞよし行こうはい、見開きよしよしおーおーおーいいよまだ解体早いいいよ明日片付けるから解体早い16年間クソお疲れ様でしたサインがうちの店にあるんやけどこれ結構ね値打ちあるんかどうかって言ったらないかもしれへんけどこれを潰すかどうかまあメルカリで売ったらどうやろう50円ぐらいで売れんかな